さあ始まりました、高さ大喜利クラブ、第47回ということで、ゲストにママタルトの日原くんと、こんばんは、秘密スナイパー兼のミキくん、よろしくお願いします。待ってます、ということで今回はオーディオコメンタリー大喜利ということで、オーディオコメンタリー大喜利、もう YouTube でもこれが最初にもうすぐ流れちゃったんで、何のことやら今分かってない人が多いと思うんですよ。間違ったやつあげちゃったあげちゃったとかね、あると思うんです。今ワイプがね出ました。先ほど本当30分前に収録したものを今我々が見ながら副音声的にコメントしていこうという企画です。今僕が自己紹介してますけれども、ゲストこの方、日原くんね、本当ついさっき30分前のやつですから、これ、黄色いシャツです。いや今も着てる。なかなかこうやって自分で見ることないでしょ。ないですね、自分の大喜利を、この後まあ普通に大喜利やっていくんで、でまあさっき答えたじゃないですか、2問ほど、それをまあちょっといろいろどういうふうに考えたのかなとか、まあ、その嫌だったら本当に最近あった面白い話とか全然いいんですけど、言いにくいですけどね。でも自分の答えは特にどう考えてるとかあんまないんですよね。そうなの、普段 どうしてんの。いやでも本当にお題に沿って、沿って、はい、確かにね、赤嶺総理っていうのはその、友達の芸人の人はその方程式みたいにこう、こう樹形図みたいな、でこう何々だから何々で、何々のところを変えてこの答えにするみたいな、説明できる人と、なるほどね、普通に最初にから、答えが思い浮かぶ人というか、パッとひらめくタイプの、結構その答えで思い、どうしてか、結構説明 しにくい、ちょっとどうなるかわかんないですけど、そうね、ちょっと楽しみですね、楽しみ、そうね、じゃあまずはお題いきましょう、最初のお題、ガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは、さっきありました、いいお題です。いいお題だね、普段暴力しないもんね、普段っていうのは、だ普段は、これ YouTube に上げるときにはこういう考えてる間とかも全部カットして編集してあげてるんだけど、まあこれはしゃべりで、いきますんで、僕やっぱあれですね、こう考えるときの姿勢が悪いですね、書くときのこう暴力の代わりにすることとは、黙って帰る。確かにこれを考える上で、自分のマジ切れしたらっていうのをまず置き換えるね。確かにそうですね、自分ちょっと心理テストの感じもありますよね、確かに何しようかなと思います、でもやっぱり自分に置き換えて答えることがその人の個性が出てくるんで、答えに、で、これに関してはなんかマジ切れが普通にしてて面白い人っているじゃないですか、マジ切れしてて笑っちゃう人、あ、それをまず考えて、街で見るめっちゃ綺麗っていう人、あ、そうね、そうだよね、そういう感じでアジャストしていくもんね。そうですね、あるあるにもなるんで、はい、これね、晴れの国、北海道、お題がねちょっとガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは、形だけの土下座。これねでもね俺よくあるんだけど、多分ねちゃんと問題読めてない時があって、こうガンジーがマジ切れしてるから、そのね、マジ切れさせちゃった人だったら形だけの土下座ってなんか思っちゃってんだよね今。なるほど、だから完全にこれ読み間違えてますこいつ。はい、あ、もううつろい。そう、ほんとあるんだよね。答えてから気づくんですね。答えてから気づく。違った、そうそう、ピンポンとは鳴ったけれども、そうそう、鳴ったけど、まあでもそれが功を奏す時もあったりするけど、暴力の代わりにすることとは、ブレーカーを落とす。いいね、キレの種類がいろんな人がありますね。
この陰湿に陰湿だよね、はい、うん、なっちゃいますね。怒らしたら厄介な。ガンジーがマジ切れした時、うん、暴力の代わりにすることとは。仲良かった人でもわざと敬語でこれは自分に置き換えたやつ。自分に置き換えました。ちょっとなんか、うん、確かにわざとやっちゃうんですよ、はい、アルバイトからですよ。もう大丈夫です。わかるアルバイトからその切れて帰ってくる時よくあるんですけど、うん、なんかあ、そうなんだ。確かにそういう話してましたやっぱ実体験に基づくよね。でも、うん、バーッとは言えないタイプなんですよ僕は。なんでちょっと攻めてものみたいな、うんうん、あんまり確かにミキ君怒ったところ想像できないもんね。そうですね、マジゲーしたらすごいブラーッとはなるんですけど、うん、ちょっと怒られたら敬語になっちゃう。ガンジーがマジゲーした時、暴力の代わりにすることとは。お疲れ様でしたと心の扉を閉ざす。いやこれもそう、これも僕そうなんですよやっぱり、はい、もうはい、はい、もう OK ですってなってえっす、あ、またお願いしますみたいな、はい、よくないんだけどね。そうなんですよね、うん、終わらせようとする感じですね、うん、だからあの本当に人間的な人いるじゃない。本当にキレてる時にはちゃんと怒るし、嬉しい時にはちゃんと喜び表現する人って、ね、体育会系の、うん、だから羨ましくない。そうです ね、 ね。ガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは。あ、もういいよ別に、あのまた買えばいいし。メガネをいや、これ面白かったな。これなんかでも、うん、なんかに当たんなきゃ。なんかに当たんなきゃ。メガネぐにゃぐにゃにするの面白いな。ガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは。真夏でも冬の格好に着替える。これこれ物議を醸し出したけど、うん、これどういうあたり。あれだったの。自傷行為みたいな。ああなるほど。かまってもらおうみたいな。ああ、そんなの しなくていいよみたいな。普通なんか T シャツ破ったりとか。どうしたのってまず聞かれるようなことをするんだ。ああ、なるほど。いやちょっとね、うん、ちょっとじゃあめんどくさいやつだ。めんどくさいめんどくさいやつ。やっぱじゃあそういうとこから来るもんな、うん、はい。ガンジーがマジ切れした時、うん、暴力の代わりにすることとは。ジャージのチャックをすごい上げ下げてる。そうね、やっぱりいますよね、うん、イライラした時になんかディベートしてる時とか、うん、いやでもさグワ、うん、ってなんか最初いじってたもんがすごい粉々になってる、うん、細かくなってる。あるある。ティッシュのゴミとか、ああすげえちぎってる人とかあれ今怒ってんのかなって思う。ありますね、うん、あ、やっぱこれ 人が出るお題だね。これでは自分ですね、うん、ストレートな人にもその答えてほしいですね、このお題。あ、そうだね、めっちゃ切れる人、うん、でも本当めっちゃ切れる人がいいですよね、爽やかで。そうね、ネチネチするよりは、うん、ガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは。木に登って吠える急に野生の野生の動物に変える人が多いですね。あ、そうね、動物になってしまう人多いですね、うんうん、だから、だからその大体自分に置き換えてまずこういうお題答えた後、大体出たなと思ったら次、まあ本当にじゃあガンジーだったらどうするかとか、そうですね、うん、それこそ動物に置き換えたりとか。確かに、うん、なんかマジギレで有名なエピソードとか芸能人の、あ、そうね、喧嘩動画みたいな。ああこれいらないここ二人気づかなかった、気づいてないなと思ったけど、もうずっとカメラ目線で、はい、最後まで行きましたって、はいはい、ガンジーがマジ切れした時、暴力の代わりにすることとは。シワシワになりながらも耐えるいやこれさ本当に俺絵うまい人いいよな。絵うまい本当のガンジーだったらそうするだろうな。そう、ね、多分マジ切れしたこともあるはずなんですよ。ああそうだね、ガンジーも、うん、やっぱ耐えたはずなんですよ。そうだね。さあ、じゃあ続いてのお題いきましょう。続いてはこちら、うん、宇宙飛行士に一
言アドバイスを、新人宇宙飛行士に一言アドバイス。これでも難しかったですね、うん、そうね、こういう時どう考える？最初、あ、僕その宇宙兄弟ちょっとだけ読んでたんで、うんうん、あ、なるほど、その引き出しがあるのか、はい、結構本当漫画が多いですね、その忍者とかも、その、あ、確かに、あのナルトのことを、うんうん、思ったり、うんうん、まあそうだよね、はい、そこから持ってくることはあるもんね。これはでも、うん、自分がどの立場にいるのか、うんうん、難しかったです。一言アドバイスをお願いします。怖いと思うから怖い。ざっくりしていい、ね、うん、まあ怖がるもんね、絶対新人の宇宙飛行士は、はい、だ、宇宙飛行士に僕は重きあんま置かなかったですね、うん、ほうほう、アドバイスというか、ああ、そうだね、あ、そういう時ありません、ね、うん、はい、そう、宇宙飛行士に一言アドバイスをお願いします。地球を見た時のコメント全然普通で大丈夫だからね。そう、俺も最初やっぱりアドバイスで来るんだよね。そのなんか、はい、そうですね、うん、宇宙飛行士に一言アドバイスをお願いします。帰ってきてからあの質問とか結構めんどいぞ。、うん、なんか、うん、それこそバイト、うん、の先輩の喋り方で答えた方が受けるタイプの答えだとは思うんですよね、うん、だたまに多分これみんなもやると思うんだけど、そのやっぱ芸人に置き換えて、はい、あ、やりますね、そうそうそう、うん、だから例えばキングオブコントに初めて出場する人に向けてのアドバイスみたいな、はい、全然そのなんか変にボケようとせずに普通が一番いいかね、はい、みたいなところから、なるほど、うん、たりとか、だからなんか、うん、なんですかね、そこまで最初の要素っていらない、うん、いらない気がするんですよね。あ、でバイトとか、うん、みんなお客さんも含めて、うん、ピンとくることの方が、うんうんうん、そうね、近い道なんかなっていう感じは、うん、でもたまにその宇宙のこと絡めて、うんうん、あ、変化球的に、あ、うまいぞみたいな、ありますね、一言アドバイスをお願いします。あの、いちいち外に出なくても NASA は9階にコンビニがあるちょっと違った角度で面白かった。これよく聞くんですよね、その、うん、ここって、うん、お昼ご飯と結構遠くまで行かないといけないですかみたいな。自分が楽しむことが一番大事よ。こういうのいいですよね。お笑いでも言われますもんね。そうね、うん、仲悪いのが分かるから、うん、本当にいいと思いますけど、うん、あ、ごめん、さっきのそのコンビニの、あ、そうそうそう、うん、コンビニの、うん、アドバイス僕結構その聞くんですよね。その、ああ、そうなんだ、ここって本当にその、うん、お昼ご飯食べに行くってなったら外出ないといけないですか、うん、なんかパス見て再入条件みたいな、なんか近くにないですかとか、うん、宇宙飛行士一言アドバイスをお願いします。無重力の時なんかタン絡むなって思うけど、あれのどちんこだから。いや、こう面白かったな。これはでもこれは、まあ、なんか、ね、うん、どっからですかね、でも想像してみてって感じです。あ、いや、だから一個なんだろうな、一個深いよね、そのあ、うん、想像、うん、そうあったとしてで、はい、ありそうなみたいな、こういうのがな、想像でやりやすいのは一番、うん、多分忍者とかなんですよね。ああ、そうだよね、まあ、はい、架空までいかないけど、うん、ねうん、なんか要素が多い、うんうん、道具とか、うんうん、そういうのやってて楽しいですけど、うん、でもなんか正解決まりきってて、うん、楽しかって言われたらって感じもありますね、うんうんうん、もう結構俺だけかもしれないけど、一時期忍者のお題ってすごいあったよね、あったよね、忍者言っときゃいいみたいな、一言アドバイスをお願いします。あの、浜ちゃんが宇宙に行く明日があるさ、ザムまあ最後浜中長が、うん、宇宙に行くんですよ。そう、見たの、あ、見に行きました。そうなんだ、はい。ひよちゃんはダウンタウンか、あ、家族がもうダウンタウン、あ、そう、お父さんお母さん、はい、お父さんと一緒に見に行きました。へえ。
かその大喜利から昔の忘れてた記憶とか引っ張り出されるときあるよね。ありますね、うん、それこそ小学生お題とかは、うんうん、もうあ、それこそだから、うん、それを言うのは、うん、マジの嘘なしのエピソード言ったらウケる時とかあるんで、あーあーそうね、はい、うん、変にくりすぎずその時に面白い映画浮かぶのが面白い時あるもんね、はい、小学生の頃のエピソードって意味わかんないんで、うん、なんかそんなことで喧嘩になるんだ、うん、結構そうです、僕も実体験を結構書く時多いです、ね、ああ、うん、最初初めてアマゾン使った時、うん、クリックしすぎてヘルメットを4個取れる、うん、あ、それ実話なんだ、あの結構そういう、うん、いうことあります。クリックしすぎたね。ヘルメット4個取れてなんか最終確認、冷蔵庫みたいな段ボールだから。あ、いいですよ。結構車と一緒。うん、はい、宇宙飛行士一言アドバイスをお願いします。インド行くのと同じぐらい人生観変わるぞ。まあ言ってる方がちょっとおかしい。違う、その冷蔵庫並みの大きさの段ボールでネット届いたんだ。冷蔵庫買ったかなと思ったんですけど、クリップしすぎて4個中にちっちゃいヘルメット4個入ってたんです。面白いね。重ねれないしね。そうね。そうかそうか。うん、布のキャップだったら重ねるけどね。場所取る。宇宙飛行士、一言アドバイスをお願いします。赤いレバーだけは絶対に触れないよ。こういうのいいですよ、ね。こういうのなんかね。触っちゃうやつ。バカっぽい感じ。ああ、終わりました。終わりましたね。はい。はい。難しかったですね。難しかったね。ということで、はいはいはい、どうでしたか、こう実際に見てみて。いかがでしたか。いやー、もっと、うん、野生の答えみたいな話。なんか内から出る本能みたいな話したいですね。たまに言うじゃないですか、もう、うん、その人じゃん、うん、自分じゃんみたいな、うん、確かに、はい、パッションの答えね。あんまり見ない。どうした日和田くんは。いや、僕結構その3人で大喜利、うん、その2人とか3人で大喜利するときはその、うん、この後結構こう沈黙を恐れていっぱい出すんですけど、うんうんうん、意外にあれですね、そんなにこう気にならないですね、うん、そうね、3人で大喜利してるの、うん、割といいぐらいのバランスで、はい、うん、まあ、しかも今こうやってコメントしたりもしてるから、そうですね、うん、仲いいメンバーだしね。うん。何ですか、仲良し。仲いい、はい。僕もルームシェアのメンバーに入らせてもらいたいんで。YouTube もなんかやるんだよね。あ、そうです。うん、そうから、はい、僕あ、言っちゃっていい。あ、全然大丈夫です。大喜利クラブでした。もしよければお願いします。はい。お願いします。はい。コラボもできればと思います。はい。お願いします。あ、ということでエンディングです。はい。ということで、第47回、高さ大喜利クラブでした。ありがとうございました。またお願いします。